吉田さん、人って見た目をものすごく気にすると思うんですよ。どれだけ否定してもね。まあ、例えばね、イケメンとか美人の方とかっていると思いますけども、やっぱりね、人が集まりやすいんですよね。それと逆に、悪そうな顔とかね。それとかまあ、極端なし、すごく不細工だなっていう人にも一定のアクセス集まるんですよね。昔、ビフォーアクターって番組がありましたけども、なんかその、生まれつき、すごくね、いじめられそうな風貌を持った人が、美容整形によって美しく変わって新たな人生を歩んでいくって形ですけども、ああいう風にね、テレビとか世の中が認めるぐらい人って見た目なんですよね。で、それを個人的に人は見た目だよって言うと叩かれるから言わないだけで、結局マスのデータで見ると見た目がいいものに人は惹かれるんですよ。で、お弁当だってね、見た目が良ければ売れるでしょ。まあそれはもうどうしようもないことだと思います。スポーツカーだってかっこいいから売れるわけですしね。まあ最近ね、ダイキャストモデルってのがあるんですけども、なんか昔のアニメのその超合金とかっていうのがね、もう大人サイズで出てきて、それをパーツが毎月送られてきて2年とか3年かけて一つの個体を作るんですけども、今回私がね、キャプテンハーロックのアルカディア号っていうのが出てきて、これね、総額30万するんですよ。で、2年半ぐらいで作るんですけども、全長が1メートルあるんですよね。もう置く部屋がねえよみたいな感じなんですけども、まあでもそのぐらい迫力とか見た目っていうのに人は惹かれるんだろうなと思いますよね。で、今回ね、言いたいのは、それを踏まえてですね、タクシーなんですよ。タクシーが結構ね、不況と言われてる中で、ものすごく売り上げを上げてる会社があるんですよ。その戦術ってのが、美人運転手を採用してるんですよね。美人の運転手に対して、指名を取ってるんですよ。まあ、キャバクラじゃないですけどもね。でも、タクシーって基本的に指名じゃないですか。10時20分に1台回してくれるとかって指名するわけですよ。その時にできれば乗務員さん何々さんでお願いしたいんだけどっていうふうに付け加えるだけなんですよ。そうするとね、ある特定の美人ドライバーさんが指名されるんですよ。だからその人の価格をどん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 上げていくんですけども、別にタクシーの運賃って最低賃金の指定ってのは710円とかであるんですけども、じゃあそれを割増しちゃいけませんってことがないんでね、オーダーが続く限り値段は上がっていってもいいわけですよ。で、あとはただ移動するだけじゃなくて、別に付加サービスっていうのをつけていってね、別の商品をそのタクシーの中でいろいろ生み出すってことをしてですね、なんかどんなことがあるのか分かりませんけども、もしかしたら運転しながら歌ってくれるみたいなのもあるかもしれないですね、うん、まあでもね、そういうふうにルッキズムをこう仕事に採用して、美人を使うことによって会社の売り上げを上げたっていうタクシー会社があるってことがね、この前ちょっと YouTube で見て、まあこれは今までなんでなかったんだろうって逆に思いましたよね。うん、話の面白いドライバーさんとかがもっともっとね、報われてもいいと思いますし、道とか詳しくって観光ができるドライバーさんとかね、あとはもうすごくコミュニケーション下手で黙っているだけの暗い運転手さんとかね、いろいろいると思うんでね。あとなんですかね、なんかそのプロ野球の選手がタクシードライバーやったら、その野球のこととかをね、裏話とかを聞かせてくれるっていう面白いドライバーさんできそうですけども、そういうのってなんでやんないのかなって、やってるのかな、それともどうなんでしょうかね。まあ美人運転手のいるタクシー会社が好調だという話をさせてもらいました。いってらっしゃい。